エテポンゲです。更新データがどうやら来ていたみたいです。11月29日、意外と容量の大きい200何ブロックかって書いてあったかな。うん、このエテさんはこれダウンロード版をね、やってるんですけど、思いのほか容量でかいんだね。もうギリギリですよ、今 SD カードの中。うん、だからちょっと新しい SD カード買わないと、他のゲームのそのダウンロードのあれができないと。うん、それぐらい今ギリギリな状況です。いろいろ消しました、なんか追加データ。うん、大丈夫かな、結構消したんですけど大丈夫かな。多分モンハンとかはイベクエとかのやつが消えちゃったみたいな、そういう感じなのかなと思いつつね、うん、ちょっとよくわからないまま、もういろいろ消しまくって、なんとかポケモン食いつないでおります。やっぱりね、ソフト買った方がいいね。うん。容量がね、やっぱ、パンパンになっちゃうからね。うん。はい、データ更新終わりました。ホームに戻って。これで OK だね。うん。さあ、今日もやっていきましょう。今現在、パート何本まで開けてたっけな。ちょっと待ってね。どこだ今。ああ、ここね。OK、OK。うん。今現在、ポン。パート35までアップしています。うん。アップしてるけど、実際のところ、40まで実はもう、編集済みです。うん。で、ちょうどね、編集する、ものがね、もうなくなっちゃったんで、撮影していきます。はい。ため撮りがね、もう一気にね、結構撮っちゃうことが多いから、うん。まあ、そうすることによってね、コメントの反映がね、どんどん遅れちゃうっていうのがね、難点なんですが、やっぱやれるときにやっとかないと、あれだからな、うん。ないからね、時間が。リア充発言、おつ、パイーン。あ、このパイーンっていうのは、なんか、どっかの、九州の方の芸人さんのやつを見てちょっと面白かったんで、思いっきりパクらしてもらってますじゃあちょっと35パート35のコメントをちょっと見ながらちょっと振り返ろうかな。うん、コーヒーでもコーシーでも飲みながらね。うん、よしね。まず山男下船なんだろう、山男ディスったところかなこれ。うん、まさかの電話。この技はある技まし、技マシンを使えばわかります。その技か。うん、ボスゴドラの進化前の、コドラはチャンピオンロードに出てきますよ。まさかの2回目。使いやすくなる。わらわら、ほう、ありがとうございます。チャンピオンロードか。まあ、ってことはまだまだ先だね。うん。まあけど、今後ね、今後の展開で、うん。もしかしたら、このボスゴドラナイト、うん。今のところ、そのメガ要員ってのが、いないので、いないというか、メガ石を持ってないから、うん。その、持ってるやつでメガ要員、しなきゃいけないので、失礼。そうなってきたらね、やっぱボスゴドラもありなんじゃないかなと思います。うん。で、あとはよいしょ。ボスゴドラナイトそこにあるのか初めて知った。探索がちょっと甘いんじゃないか。まあエテはね、寄り道したからね。うん、寄り道したからたまたま見つけただけなんだけどね、物件だと。そうそう、この回は確か電話かかってきた時か。
そう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 、電話ね、うん、結局ね、いろいろ部屋見に行ったんだけどね、まだちょっと話はまとまりそうにありません。投稿速度が半端ない、無理しない程度に頑張ります。無理しています。まあまあ、けどぼちぼち落ち着いてくると思う。うん、最初はね、もうもりもり、まあ、アップするけど、まあ1日ね、ほんと1、2本アップできればいいかなって感じで考えておりますので、うんね、あんまり早く出しすぎるのもね、良くなかったりするからね。うん、追いつかねえよみたいな、うん、えて調子乗ってポンポン上げてんじゃねえよっていうね、声もねちょっとあるからね、うん。はい、やろうと思った時に電話、マジでちょっと空気読んでほしいよね、不動産の人もね。実はこの後もナンパとかの時にね、電話がねかかってきて、まあそれはちょっと原付の保険が、任意保険がねちょっと切れるので、更新のっていう電話がね、すごいねかかってきました。はい、ちょっと実況中は勘弁していただきたいものですね。はい、よっしゃ、こんなもんかな。とりあえずコメント返信以上です。パート35、コメントありがとうございます。他にもね、今34、33とかいっぱいコメントもらってね、うん、ちょくちょくね返していますので、うん、気が向いたら見てやってください。さてと、行きましょうか。あー、もうみんなクリアしてるからね、うん、言うてみんなはねもうクリアしてるから、エチさんもね、遅れちゃいけないからね、うん。縛り実況やってるとはいえ甘えちゃいけない。この人とかは戦ってないんだよな、まだ。ちょっと下画面が荒ぶってんな。なんかね、ポケモンをね、やるとね、下画面がね、荒ぶり出すんだよな。ちょっと気になるかな、これ。気になるよね。ってすごい気になるもん、こういうの。やだわ。やだな。あ、ちょっと収まったね。ちょっと収まった。うん。まあまあ、まあ見れない範囲じゃないので。うん。ちょっと改善のしようがね、ないので。勘弁し!行きましょう。ちょうど秘密基地を前作ったところね。うん。引っ越ししたところ。よいしょ。まあ、こいつはもう無視でいいか。うん。ずっとこう走っといてもらおう。あの人無視して、で、ここの下の女の子もまだ戦ってな、はい!あなたもポケモンさんを探している？まあ、目があったらね。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。戦ってみましょう。バレブー。こいつはほんと XY の時ね、結構戦ったんでね。エスパーだよね、この子。うん。エスパーなんで、非常にタイプ悪いんですが、ここは変えた方がいい。っていうか、麻痺ってるんですけど、麻痺ってるんですけど、どうしよう。どうしよう。ポチタカシでいいよね。エスパーに耐えれるのは悪だから。ね。だよね。威嚇。再起光線。ザメ。よし。タイプ1噛みつき。おーつ。オーバーキルしたね。よかったよかった。エスパーとね、悪は、悪の方がいいからね。うん。クチート、悪タイプ。クチートはほんと XI 育て上げたんでね。うん。悪とフェアリー。悪とフェアリーだったっけ?あ、どうしよう、ちょっと。ちょっとここはタピオカシに、うん、ちょっと全体的にね、ダメージ負いすぎだ。回復しなきゃ。麻痺ったやつ先頭にしとくとか、マジで。
トレーナーとして失格やで、そんな。スパーク覚えたんだよね。うん。まとい相手に突進して、威力高いね。麻痺状態にすることがある。じゃあ、スパーク打っていく？クチートはね、地震でね、落とせるんだけど、地震なんて持ってないからな。スパーク。どれぐらい食らう？ワンチャン麻痺。ああ、弱い。ああ、麻痺、ラッキー、ラッキー。ラッキー。ラッキー。うるせえ。うるせえな。今日の得手うるせえな。米パン。ああ、備えでもないか。いや、痛いな。やっぱり火力強いよな、この子。あ、そうだ。エレキボールいいんじゃない？クチートは素早さめっちゃ遅いんでね。うん。エレキボール結構ほら、やっぱり。うん。ポケモン知識を披露していく。クチートの素早さはマジでゴミ。お、タカシキング16。ねえ、タカシキングの覚醒が待ち遠しいな。強いトレーナーさん。304円。はい。ここにたくさんポケモンさんいると思う。いや、ここにはいないよ。草むら入んなきゃ。帰れ！にわかだな、あの少女は。で、ここにエリーターがいるんだよな。あ、回復回復。バック。まずは、そうだな。木の実使っちゃおう。直して、で、いい傷薬を、たかし、ポチたかしと、タピオカしと、ここ使っちゃおうか。うん。ね。オッケーオッケー。まだ12個あるから。うん。大丈夫大丈夫。で、これ回避できる。うん。回避できる。で、ここは111番道路。倒しておいた方がいいかな。いや、いいわ。けどね、倒さない。ちょっとレベル上げないとな。タカシキングがな。ちょっとレポート書いて。そうそう、レポートをちょっとこまめに書くようにしよう。うん。この前みたいなね、事故がね、うん。その、やられるとかじゃなくて、その、不意にベッド使ってしまうみたいな。例えばトレーナーとかもさ、戦ってさ、トレーナーじゃないパターンで回復してくれるみたいな、そういうのがちょっと怖くなってきたんで、うん。こまめなセーブはね、世界を救うので。うん。あなたのポケモンかなり強そうだわ。ぜひ、お手合わせしてくれない？よかろう。エリートトレーナー、マリア。エリートトレーナー、今回ちょっと、あれだね。不作だね。不作の年だね。エリートトレーナー、不作の年。キャモメ。水と飛行なので、メガドレイン確定。一発リーフブレードにしよう。うん、ダメージ負ってないし。あー、そっか、飛行入ってんのか。うん、あぶねあぶね、飛行技もろに食らうとこだった。ドンメル、ドンメルは確か地震じゃなくて地面タイプのポケモンなので、このままで OK です。あーけど、あんまり肝高しばっか出したら本当にバランス悪くなっちゃうからな。リーフブレード置いときたいから、メガドレイン。これは本当、交互に使うぐらいがちょうどいいかもしれない。うん。気合ダメ。張り切っている。次、急所飛んでくるので、気をつけなきゃいけないので、追い打ちで本当は行きたいけど、それで落とせなかった時のことを考えたら怖いので、リーフブレード、うん、しっかり息の根止めとかないと。うん、よし、レベル29。あ、もうすぐ30いくね。あ、結構雨降ってきた。そう、今日雨降ってるんですよね。なんか久しぶりに雨降ってる。
うん、ロゼリア、入れ替えよう。草タイプ、炎技持ってるやつはうちのパーチーにはおりませんので、ここはどうするか。電気は効かないだろう。やっぱここツートップがやっぱ一番仕事してくれるよな。あ、大丈夫だよね。うん、思念の続きで落ちるんじゃないね。進化して初登場じゃないかなこの子。あ、そっか、こいつもメガ進化のあり石持ってるじゃん。メタング、頭突きか念力か。念力ちょっと出して。先生の爪、はい、成功。うん、成功じゃない、正解。何が成功なんだよ。まあ、麻痺はいいよ。うん、そういえば麻痺状態の時でも先生の爪は発動することにより先生の技を打てる。あー、ちょっと残ったな。メガドレ効きません、効きません。それはってことは、あとはメタルクローでいきましょう。回数多いし、メタルクロー。鋼がさ、有効な相手っていうのがちょっといまいちわからんのだよな、実は。実はいまいちわからんのだよな。うーん、よし、23、追い打ち、追い打ちか、追い打ちか、追い打ちか。どうしたもんかな。威力40なんだよな。まあこの技はね、基本的にはそのストーリーとかではあんま使えないんだけど、まあ威力、エスパーが、けどタイプ1だしな、タイプ1、タイプ1だしな。まあ悪はいいか。うん、ポチタカシいるしね。うん、アクアザを打つ場面ではポチタカシ出すので問題ないです。はい、いりません。怪力は18。はいはいはい、マリアとの勝負だった。強そうじゃなくて強いのね。当然だろ。私も頑張ってポケモン育てたつもりだけど、まだやることいっぱいあるわね。まだまだあるよ、まだまだ。個体値厳選ね、努力値不利、負荷厳選などなど、まだやることは山のようにあるからな。うん、分かったか。バイーン。よし、さあ113番道路、